こんにちちは、くみるチャンネルの君です今回は視聴者さんからこちらの問題が解けないから一度解説してほしいというリクエストをいただきましたので回答解説の方をさせていただきたいと思います問題としましては次の指定式で表せる物質 1mol を完全燃焼させた場合必要な酸素量が最も多いものはどれか1番 C3H7OH2 番 c h 3, 3, 3番 C2H5OC2H54 番 CH3COCH5 最後5番 CH3COOCH5 ですでは今から1分間測るので、ね、皆さんも一度解いてみてください 1> では1分間経ったので解説をしていきますこちらの問題完全燃焼の式を完成させて酸素の係数を比べていく問題になるんですがそちらの完全燃焼式の書き方をまず簡単に解説させていただきます完全燃焼の式の書き方1番から5番に記載されているこの化学式はすべて可燃物です可燃物 この可燃物を完全燃焼ですので燃焼させるとどうなるか係数としてはいくらになるのかということになりますなので燃焼させるということは何が必要なのか酸素がなければ物というのは燃えませんはい酸素が必要であると可燃物と酸素が燃焼すると矢印反応後完全に燃焼した後は何が残るかというと水と 二酸化炭素この2つが残ります二酸化炭素水というのは H2O 二酸化炭素というのが CO2 ですこの式を基準に係数というのを求めていくのが今回の問題で必要な知識となっていますでは1番から解説していきたいと思いますではまず1番から11は C3H7OHC3H7OH H7OH この状態だと H が7と12つに分かれていますので分かりにくいですそのため C は3つ H は 7+18 ですね H は8そして O が1つ O このような状態に形を変えてあげるとすごく分かりやすいです分かりにくかったかもしれないんですけれども H が7 そしてこっち右側にも H があってこちら何も書いていませんので1が隠れています1たす7は8そして O はそのまま 1C3H8O これが右上に書いてある完全燃焼の式の可燃物にあたりますそして可燃物に酸素を足してあげる酸素というのは O ですそして矢印水と二酸化炭素 H2O と CO2 を右辺に書いてあげる 右辺というのは矢印から右側という意味です H2 を足す CO2 あとはこちらですね CHOCHO の数をそれぞれ合わせるように係数を書いていく必要があります次にすることとしましては可燃物の係数を1で固定するということですなぜ1で固定しなければならないかというと係数というのは こちらに書いてある物質1モルというですね物質量を表していますそのため問題文ではこの可燃物が1モルの状態で酸素がどのくらいなのかというのを聞かれていますのでこの可燃物の係数を1で固定してあげると後々あとあと酸素の量が最も多いのはどれなのか比べる際に非常にわかりやすくなりますので完全燃焼の問題では可燃物これらですね問題文に記載されている 可燃物を係数は1に固定するというのを覚えておいてくださいそして左辺この矢印から左側と右側の C と H と O この3つの数を揃えるように係数を揃えていく必要があるとここで重要なのが可燃物の係数を1にしたということです左辺右辺それぞれ CHO の数を書き出していきます C は3つ ×3 つ そして H は8個かける8そして O に関しましては1つ可燃物に1つと O2 酸素の部分に2つありますので1たす2このようになりますでなぜ C と H には四角そして O に関しましては下線をしたのかというとこちらですね係数を1でも固定してますので C そして H の数は変わりません しかし O に関しましてはこっちですね必要な酸素量の係数がまだ不確定要素ですのでまだわからない状態ですので下線をしています右辺も同じように CHO の数を数えていきます C は CO2 二酸化炭素に含まれている1つそして H は水に含まれている H22 つそして酸素 O に関しては H2O の O に1つと CO2 の O これが2つ 1+2 で 31+2 このような状態になっています先ほども言った通り可燃物にのみ含まれている C 炭素と H 水素この2つはもう確定の要素ですので右辺も同じく C を3つそして H を83と8に合わせていく必要がある C が1つなんだけれどもこれを3にするためには何倍してあげればいいか3倍じゃあこの3倍ってどういう意味なのかというと C が含まれている二酸化炭素の係数を3倍にしてあげる3こうですそして HH が2つなんだけれどもこれを左辺と揃えるために8にしなければならないどのようにすればういいかというと 2×4 で8になりますので係数を4倍してあげる H が含まれているのは左側 H2O ですのでこちらの係数を4倍4倍4と3倍ですねはい続いて O の数を見ていきます O こっちの1たす2の1の部分は H2O ですのでこの係数が4倍されています4なのでこの1も同じく4倍そしてこっちですね右側の21たす2の2の部分これは CO2 の O2 の部分です これは4倍ではなく3倍されてますのでこちらも同じく3倍 1×4 は 4+ プラスの 2×323 が 64+6 は10合計10個ですのでこれと同じくこっち O×1+2 これも10にする必要があります。 少し難しいんですがこのようにですね CHO の数を左辺と右辺で揃えていくことでこの O2 の係数が分かりますでここでもう一度注目してほしいんですけども可燃物の係数は1で固定と言いましたが C3H8O この O1 も固定ですよねこれも固定なので 1+ ほにゃららで10になればいい これれは1 10 9をしてあげれば10になりますよねなのでこっち右側の O2 求めなければならない必要な酸素量の係数としましては2と9何倍すればいいのか2分の9倍2分の9倍2る 2, 2分の9は9になりますのでこちら係数2分の9となります。 求めることができたので1番の係数必要な酸素量としましては9 2分の9とこちらに記載しておきますはい同じように2番から5番も係数を求めていきます2番は CH3COCH3CH3COCH3 C の数と H の数、そして O の数がそれぞれバラバラになっていますので先ほどと同じように揃えていきます。C は1つ、こちらにも1つ、そしてもう1つ。1、2、3、3つありますね。なので C が3つ。H は3つと3つ。3たす3は6。H が6。そして O はこちらに1つだけ。C3、H、6、O。このように分かりやすくしてあげます。 そして完全燃焼の式は右上にも書いて入れるこのように可燃物足す酸素矢印水足す二酸化炭素ですので酸素 O2 を足してあげて矢印水 H2O 足す CO2 このようにしてあげますあとはやることは先ほどと同じまずは可燃物の係数を1で揃えてあげて矢印に点線をしてあげる左辺と右辺の分子の数をそれぞれ合わせていきます C は3つ これは確定要素なぜなら係数を1に合わせているからそして H の数は6こちらも同じく係数が1なので確定要素です O だけまだ不確定要素で左辺の可燃物の O これは確定要素の1そして不確定要素の酸素プラスの2うですね右辺も見ていきます CO2 の C が1つ H は2つ そして最後 O が1つ足す2つ1足す21プラス2このようになっております C と H は確定要素なのでこちらの係数を合わせていきます3と6にしたいどのようにすればいいか1をかける3倍してあげると3になるのでかける3倍 H に関しても2にかける3をしてあげると6になるのでこちらも3倍 どううなるるかというとい C はけ倍そして H が含まれている水 HO もかける3倍ですどちらもかける3倍というのが分かりましたので続いて O の数を求めていく O1 と2水と二酸化炭素どちらも係数3倍になってますので同様に3倍1かける3 プラス2かける323が69というのが分かりました左辺の酸素の数を9にしてあげればいいどうすれば9になるのか O×1+2 の1の部分は可燃物の係数1固定ですので確定要素1そしてこちら右側必要な酸素量の係数はまだ分からない この係数が何かになれば9になる1す8で9になりますこちらの2を8にするには何倍すればよいのかかける 2c が8で4倍してあげることで8になりますので係数は4というのが分かりました2番の必要な酸素量は係数4ですはい3番も同様に解いていきます 学校 3, 番3番は C2H5OC2H5C2H5OC2H5 この状態だと先ほどもと同じように C が2つに分かれて H も2つに分かれているので分かりにくいと下側にまとめていきます C が2つが2個あるので2人が CH が5これが2つある5たす5は10そして最後 O が1つ C4H10O このようになりましたこれで上に書いてある完全燃焼式を作っていきますまずは酸素を足してあげる O2 矢印をして水 H2O プラス二酸化炭素 CO2 あとは係数を揃えていきます可燃物の係数は1で固定矢印の部分を点線 C が4つ H が10これはもう確定要素です C が 4H が10 そして O はまだ不確定要素1つと2つ1たす2右側を見ていくと H2OCO2C が1つそして H が2つ O は1たす2このようになっておりますそして C と H に関してはもう確定要素ですので こちら右側に合わせていきます。H が 10C を4にするためには何倍すればよいのかかける4倍 H を10にするためには2かける5で10になりますのでかける5倍4倍 C を4倍というのは二酸化炭素の係数を4にしてあげる H を5倍ということは H2O の係数を5倍の5にしてあげる。 これで右辺の係数が分かりましたので O の合計を数えていきます。1H2O の1の方はかける5倍、そしてプラスの 2CO2 の2の方は係数が4倍。数えていくと1かける5は5プラスの2かける424が813というのが分かります。 左辺も13になればよい O の数が13になればよい数えていくと C4H10O この O の1は確定ですので1たす何かで13になればよい何かというのは12が入れば1たす12で13になりますこの 2O2 の係数を何倍すれば12になるのかかける62612になりますので係数としましては6 必要な酸素量は係数6ですのでこちらにも記載していきますそして4番4番は CH3COC2H5CH3COC2H5 この状態だと C の数だったり H の数がばらけているので合わせていきます C は1つ1つ2つ 1+1+2 で合計4 H は 3+58 そして最後 O は1つ C4H8O というのが分かりましたあとは上に書いた完全燃焼の式を乗っ取って書いていきます酸素は O2 矢印水す二酸化炭素 H2O+CO2 はい係数は1可燃物の係数は1で共通 点線してててあげて左辺辺と右辺で比べていきます可燃物の係数1ですので C の数は4これは確定 H の数が8これも確定 O の数だけまだ不確定要素ですので o をかける1 2というのが分かります右辺も同じように C の数は 1H の数は 2O の数は 1+2 C が4つ、H が8。これはもう確定要素ですので、同じように右辺、これも合わせていきます。C が4つ、H が8。何倍すれば4と8になるのか。1×4 なので4倍。2×4、こちらも4倍。CO2 の係数を4。H2O の係数も同じく4。 係数数数が分かったのので酸素の数を数えていきます。こちらに関しては係数どちらも4ですので1と2どちらも4倍していきます O の数は 1×4 プラス 2×424 が8イコールの12酸素の数が12ですので左辺も同じく12にしていく必要があります数としまして C4H8O のこの1たす2の1の部分これは可燃物の係数1というのから 確定要素ですので o をかける1プラス何か O2 の係数を何本にすればよいのか1たす11で12にすることができるので2を11にする2を11にするためには何倍すればいいのか2分の11倍すれば11になることができますよって O2 の係数としましては2分の11というのが分かりました4番の右側に 係数二分の十一を記載していきます最後は5番ですね最後5番を解いていきます5番は CH3COOC2H5CH3COOC2H5 こちらも CHO 全てバラバラになっていますので数を揃えていきます C の数は1つ1つ2つ1たす1たす2は4 H の数は3つと5つに分かれている 3+58 最後 OO は1つ2つ5番のみ O が2つありますねプラス酸素矢印水 H2O プラスの CO2 こちらの完全燃焼の式からこのようにします係数は1で固定可燃物のみ矢印の部分を点線してあげて あとは係数を揃えていきます C は4つかける4 h が8これはもう確定ですそして O の数はここだけ注意です O22+2 です今までと少し違いますね 2+2 右辺 H2O と CO2C が1つ H が2つ O が1 2このようになっておりますまずは C そして H の数が確定ですので揃えていきます。C を4つ、H を8。何倍すればよいのか。1る4で C は4になりますので4倍。H は2る4こちらも4倍。 C が4倍ということは CO2 二酸化炭素の係数を4倍してあげればよいそして H も4倍水の係数を4倍してあげればよい4と4ですあとは O の数係数から数えていきます 1+2 水と二酸化炭素どちらも係数4倍ですのでどちらも4倍にしてあげます O は1かける4は4 プラス2かける4は 84+8 は12左辺の O の数を12にしてあげればよい C4H8O2 この2確定ですので O の数は 2+ プラス何かになれば12になると 2+10 をしてあげれば12になりますよねそして O2 不確定要素の必要な酸素量 これを10にしてあげるには何倍してあげればいいのか5倍してあげれば 2×5×10 2×5 は10になりますよねよって COH8O2 の必要な酸素量の係数は5というのが分かりましたこの5を左上に記載していきます計算としましては難しかったと思うんですけれども今のやり方でですね係数必要な酸素量の係数というのは分かりました あとは問題文を見ると酸素量が最も多いのはどれか係数が最も大きいものが答えということになりますのでこの数値を比べていきます二分の九というのは4.54.5と4は4.5の方が大きいのでまず2番は答えではないというのがわかりますそして1番の4.5と6を比べていきます4.5と6は6の方が大きいので1番も違うと 4番は2分の11これは5.5になりますので6と5.5は6の方が大きいので4番も違う最後5番5と66の方が大きいので5番も違うよって答えとしまして3番の c 2 h 5を c 2 h 5必要な酸素量が6で最も大きいというのが分かりました完全燃焼の問題に関して オツヨンではここまで難しい問題は出ないかもしれませんただオツヨンでも必要な知識は非常に多く詰まっていますのでこの問題を一度はですね目を通してあ,あそうやって解くんだなというのをですね理解していただければと思います以上で終わりたいと思いますよかったらチャンネル登録をしてまた他の動画も見てください終わります最後までご覧いただきありがとうございました 高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。